町はですね、毎年テーマ一つ決めて、それに基づいた取り組みを集めています。で、一昨年が調整施行130周年。去年はですね、三つ葉購入部、530年ということで、その人の兄、この信房っていう人が、この人は待て姫の息子で、で、この人かつむとか、この人かつむとか、この人が、なんかいろいろお家騒動も一回あったというふうには聞いております。そういう場所で、あります。場所もですね。Thank you.